六6 5型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。海大 V 型とも、同型艦3隻。1隻が事故で沈没、2隻が太平洋戦争で潜没した。1927年度の予算で3隻が建造され、1932年に竣航した。計画番号 S29。海大4型の改良型であるが、 船体形状は全く改められ、より推進効率の良い船型とした。手機は、海外3型 B と同じズルツァー式ディーゼルを搭載したが水上速力は0.5ノット、増加している。並走は大きく変更されている。まず尾砲が10センチメートル広角砲とされ、対水上、対空の両用を意図した。機銃は12ミリメートルに強化、水中超音機は、軽チューブに変わって、 メガボルト式水中上音機をアメリカから輸入し、装備した。魚雷兵装に変更はないが、発射艦は無機砲発射艦を新たに装備している。イ6 7は訓練中に急速潜行に失敗して、沈没して失われた。残りの2艦は、太平洋戦争で通商破壊に従事し、オランダ潜水艦 K ズビーを沈めた。その後、 E166 は1944年に戦没。E165 は1945年に回転攻撃隊に参加し撃沈された。E165 は朝鮮8隻を撃沈しており、同じく8隻を撃沈した E20 と共に撃沈隻数では日本潜水艦第5位にランクインしている。1942年5月20日に解消、看板に百0 0を加えた。 I165 型は同型艦3隻からなるため3隻で1個潜水隊を編成した。サセボチンジュフに配備されたため、スケチンの固有番号を与えられて第30潜水隊となった。昭和7年11月10日にクレチンジュフ隻の I67、サセボチンジュフ隻の I66 の2隻で編成。その後遅れて竣工した I65 を編入した。 昭和15年8月29日に67が事故により失われ、残りの2隻は太平洋戦争に参加し、マレー作戦に参加した後、主にインド洋で活動したほか、ミッドウェー海戦にも参加している。昭和19年3月25日に解体された。ありがとうございます。